ション。何をどうされるのか。お菓子を実際に 3D スキャンで、まさか武器になるわけでもないだろうなと。こだわりを持って作るっていうところも、それがもの作りをする者の使命だと考えてます。今回国津神パスオブザゴッテスというゲームを開発するにあたって、いろんなものを実際に 3D スキャンしてゲームの中に落とし込むというような、作業を行いました。その中の登場人物の巫女の吉郎という人物がいるんですけれども、その吉郎の至高の品として日本の伝統的な文化のあるお菓子を実際に 3D スキャンで取り込もうというお話をしておりました。もう初めて聞いた時はカプコンさんのゲームなんで、どんな感じでまずお菓子が出るのかなと。まさか武器になるわけでもないだろうなと。ゲームの中には春夏秋冬さまざまな季節が登場するんですけれども、季節に合ったお菓子、夏だったら水無月、春だったら桜餅とか、その中でですね、すごく彩りのあるお菓子っていうのを選定していきました。コラボレーションにあたってプロの方の目線っていうのはやっぱり必要だなと思って、お皿への配置の仕方だったりとか、盛り付け方、柏餅の葉っぱの質感だとか、そういったところもすごくこだわらせていただいて、ゲームの中の世界観っていうのがものすごく彩りのあるものにすごい仕上がったかなというふうに思います。こだわりを持って作るっていうところもカプコン のゲーム作りと通ずるものがあるなっていうのはすごく思いました。はっきり言うと、もうとにかくびっくりしました。柏餅、桜餅は、有名なお菓子もあるんですけど、お東類ですね、そういうものまでが本当に綺麗に表現されてたんで、お皿と商品のバランス、色合い、すごい考えられて作っていただいて、すごく嬉しかったです。こだわりっていうか、会社の方針として、まず工場の方々が一番考えているのは、まず良きものを作る。もうこれはもう本当に昔からずっと会社内で言われていることになります。材料、手間暇を惜しまないで、一個一個丁寧に作る、そんなものはもう常識なんで、こだわりでも何でもないです。普段から普通にやってることです。お客様が求められる新しい商品も開発していってます。昔ながらのものを大事にしもって、新しいものにも挑戦していく、それが私たちのお菓子作り、もの作りをする者の使命だと考えてます。おいしい。プレイステーション。